さて本日もこちらをやっていきましょう。ドラゴンクエスト7と、前回最後に残ってくれた霊がグラコスにとどめを刺してくれたおかげで、もう一回戦うことにならなくなってよかったというふうに思っています。本当に前回売り物が全部回線に使っちまったんですよ。申し訳ありませんが、当分は休業にさせていただきますよ。おそらくジャンだろうな。みんな後片付けで忙しそうだな。一瞬戻らなかった。あのガクシ殿はどうなされたんですか。まさかもう旅立ったのか。ということだ。あの方には悲鳴を浴び、町を挙げて物を出すつもりだったのに、結局お礼の一言も言うことができなかった。どうも一郎の水まで少し塩辛いよな。これ飲んでも腹壊さないだろうな。お兄ちゃんたちが海の魔物を倒したんでしょ。ねえ、海の魔物ってどんなだった。大きかった、強かった。すごいな。まずずれのベッドで今晩は一体どうやって眠りゃいいんだ。そういう風に考えられること自体が幸せだって、ああいう風に起きたことで思わないのかね。じゃあまず生き返らせてもらってかい。本来ならお客様をお止めできるような状態ではないのですが、命の恩人であるあなた方がどうしてもとおっしゃるならお止めしますよ。もちろんいただきません。どうします。あとはここに残っている。見てくれよ、お堀の中魚が泳いでる。海の水が引いた時に取り残されちまったんだな。あれあれ、勝手に塔抜け出したおかげで危うく溺れ死ぬのところだった。聞けばあの学者は我々を助けるためにあのことをしたんだそうじゃないか。あとで謝っておかねばならんな。そしてこのハーメイレンに伝われたから人魚の月は送られるそうです。人魚の月は海に沈んだ古の都より持ち出された秘宝の中の秘宝。それに釣り合うだけのものがあるとしたら何でしょうね。例えばこれまた伝説の空を飛べる絨毯とか、そう、もっともそういうものが本当に存在すればですがね。今の分でやっと空飛ぶ絨毯がもらえます。あなた方ですね、海の魔人グラコスを倒してくれたというのは、あなた方はこのハーメイレンの恩人です。お礼にぜひこの町の宝をお持ちください。宝物庫の入り口は酒場の下にありますぞ。どうか逃げ出した者たちはこの見張り台のおかげで命拾いしたそうじゃ。普段は何のためにあるのかと思っておったが、意外なところで役に立ったもんじゃ。何のためにあるのかわからないものこそ、いざ何かしらあった時に役に立つ、そんなものなんだろうな。ここだ。
ぐらいのズレぐらいをなんとかしてよ。この町は、いや、この大陸を救った英雄たちの登場ですね。何でもあなたたちにこの町の宝を送ることが決まったそうで、古の都の宝とは一体何だったのか、後で僕にも教えてくださいね。この町の恩人であるあなたたちにハーミニアの宝を差し上げることになりました。さあ、古の都から持ち出された秘宝をどうぞ受け取りください。人魚の月、涙じゃなくて月でした。俺あそこのイベントを起こさなかったら、さっきの言葉がハテナのことになってたんだな。どうでした？西江の都の宝、やっぱりすごいものでした。そうか、やっぱりな、守りが固かったのは伊達じゃなかったんですね。じゃとりあえずここはもう用がないので、もらぼもらったらさっさと見ます。ひどい。まさにカジバ泥棒。じゃとりあえず、実はここはもう一つ宝がもらえる場所があります。まあそれとここら辺の敵を倒していくと、多分釣りパンはランクマックスになるであろう。こうやってちゃんとやっぱりこうやってちゃんと歩ける地面がいいね。ひょっとしてあんた方は海の魔物を退治してくれた人じゃないかね。やっぱりそうか。いや、あんた時はぜひ礼を言わなきゃと思ってたんだ。村の中はまだ片付いてないが、ゆっくりしていってくれ。歓迎するよ。え、あの学士のじいさん帰っちゃったの？名前も告げずに去っていく。うん、男らしいぜ。スマートみたいだし、これでもこの村のうまい魚がたくさん取れるようになるな。そうなったらおいらにも一匹くらいくれねえかな。一匹どころじゃないような気がするんだけどな。な、魚料理だったら揚げ玉の家で食えばいいんだ。
村の英雄に魚一匹そんなせこいことはないだろう。ここです。ここの宝です。海賊の服。で、なんでこれが主人公にしか装備できないのかというのは、だいぶ後になってから判断します。おお、あなた方は英雄殿、さあ早くアボンの村にお入りください。あんたらそういうやつね、魔物を倒したんだね。でもとてもそんな強そうには見えないだよ。しかもこんな気に言われたらこのことだよな。いつも遠くから眺めるしかなかったあの山奥の古びた塔は、あの中に入っていたんだと思うとちょっと不思議な気分がしますね。アゲナマさんたちの活躍はこの大陸中で末永く言い伝えられていくんだろうな。何しろあの伝説の魔物グラコスを倒しちまったんだから、すごいことだよこれは。この村を出る前に一度村長の顔のところに村長のところに顔を出しておいた方がいいですよ。はた迷惑なのが魔物ですからね。おお、各地のジーザーも去っていっちまったのか。できればもう一度ジーザーの映像を聞きたかったが、おかしさもんな。これぞ本当の自己承諾というわけで、祭りパンの熟練度がマックスになったら戻りましょう。じゃあ戻りましょう。笑わせし大爆笑。
さ、まだこっちで。もうとりあえず職業は一応全員がどれか、ここの部分のやつは全員がマックスにはしていますので、まああとは順番。まああとは上から順番にしてしまうやつ。じゃあ続いてメザレに行って人魚の月をもらっていきましょう。お前逆だよ。人魚の月で魔法の絨毯を買うんだよ。なんか違うぞ。おお、メザレ、神の上の末裔の村です。神の兵とは遠い昔、英雄と共に魔王と戦った勇敢な兵士たちのこと。ひどくないぞ。これで本物の魔法の絨毯が手に入ります。なんてことだ、こんな場所があったとは今の今まで気づきもしなかった。いや、あのバーだ。おい、これはどういうことだ。なんであの冒険者たちが魔法の絨毯を持っている、取り上げたはずなのに。あれが偽物だったとはな。それほどまでに父さんは僕を心配していたのか。いつも心は揺れていた。栄養を探す旅に出るか、父の約束を守り続けるか。結局どちらにも決められず、絨毯を冒険者に譲り思いを託すしかなかった。子供の頃本でようなあの伝説の宝を持っているのか。なんてすごい人たちなんだ。そうだな、この方たちに全て任せるとしよう。どうか魔法の絨毯を役立てて封印された栄養を復活させてください。
僕を欺き続けてお前の辛い思いをしたのに、僕を欺き続けてお前の辛い思いをしたのに、長い間すまなかった。屋敷へ戻ろうか。コマンドこそ絨毯に乗って空を飛ぶことができるんだな。おいらワクワクしてきたぞ。でこれで魔法の絨毯でだいぶ行ける場所が広くなりました。こう岩山に囲まれている岩山と、こういった岩山の中には入れませんが、それ以外のところであればこういったちっこい山々のところは楽に通れます。さあ、じゃあここで降りましょうと。昔と匂いが違うな。でこちらにあった村の一つは消えています。おっと、絨毯で空が飛べるんだな。形してな。あそこの家はかの有名な学者アズモフ博士とジョシュベックが住んでるんだ。博士が今この町に伝わる伝説を研究してるそうだよ。旅の人、このファビラの町に伝わる古い伝説を聞きたいかね。おお、そうかね、そうかね。では話してやろう。洪水と大隠しの伝説を。おお、ずーっと昔のこと。ある時この町に一人の老いた学士が現れた。この老学者は不思議な楽器を使って町の者たちを奴に連れ去ってしまった。町の者たちが目を覚ますと、ここは高い塔の中。この地方中の人間が閉じ込められておったんだ。人々はこれから不安に、自分たちがどうなるかの不安に駆られ何とか逃げ出そうとした。ところがじゃあ、その時あたりに轟音が響き渡ったのだ。人々は当然恐れおののいた。その轟音は実はここいらすべて飲み込んでしまうような凄まじい洪水の音だったよ。本来ならその洪水で多くの人が命を失ったはずやが、そこは高い塔の中、人々は救われた。で実は老学者は人々を助けるためにやってきた神の使いだったというわけだな。これがこの町に伝わる伝説じゃ。まあちょっとありきたりの昔話だがな。だいそんなとんでもない洪水が起こるはずないからの。さっきのじいちゃんの話聞いてるのに眠くなっちまったぞ。今日はちっとも大物が釣れねえだよ。晩飯のおかずどうするべか。この石像はこの町の伝説に出てくる老学者をモデルに作られたそうですよ。ただの伝説という人もいますが、音楽というものは確かに不思議な力を持つもの。実際この老学士のような人、力を持つ人がいたとしてもおかしいとは思いませんね。今日は天気がいいからずーっと山奥にある古い塔がよく見えるよ。あそこには怖いモンスターがいるんだって知ってた？
じゃん。ちゃんと気にしてはいるみたいです。ほら、ベック君、引いてますよ。頑張ってください。はい、博士。これは石板ですね。なかなか古いもののようですが、いつ頃のものでしょうか。いやいや、そんなこと今は魚です。ベック君、頑張ってください。はい、博士。博士、どうですか。もう、間違いありません。やはりここの埃、お堀の魚はこの近海にいるものと同じです。博士、ということは、ねえベック君、これはこの辺りが昔海に沈んだことを示すものです。やはり熱に語られた大洪水は本当にあったんですね。ベック君、結論を急んではいけませんよ。そこまで断定はできませんからね。とりあえずこの研究も一歩前進です。さあ、次の調査に移りましょう。はい、博士。博士、釣りって難しいものなんですね。はい、何かようですか。今忙しいのですが、この石板が欲しいとおっしゃるのですか。そうですね。それならば私からあなた方に一つ仕事を頼みましょう。この石板はその仕事をやっていただけたら、そのお礼にお渡しします。詳しい話はまた後ほど私の家の方でいたしましょう。あなた方はなかなかお強そうだ。そこを見込んで頼みたいことがあるのです。博士、それってひょっとして例の。それではとりあえずはこれで失礼しますね。また後でお会いしましょう。その前に回復をやっておかないと。来てくれましたか。やはりあなたたちは私が見込んだ通りの人たちだ。そういえば自己紹介はまだでしたな。私はアズモク、学者をやっております。で、そっちにいるのが助手をしてくれているベック君。ベックです。よろしくお願いします。あなたたちは、こう、アゲノマさんとおっしゃるのですか。いい名前ですな。さて、それでは早速本題に移りましょうか。私は今この町に伝わる老学士と大洪水の伝説を研究しておりましてね。世間では単なる作り話とされている伝説ですが、私はそうでないと考えているんです。で、それを証明するための研究をしているのですが、これがどうにも研究材料が足りなくて、そこでアゲナマさんたちに研究のお手伝いを願えないかと考えたわけですよ。実はこの町の北の山奥には伝説と関係があると言われている古い塔があるのですが、そこには凶悪なモンスターが出るらしく、調査に行きたくとも行けずに困っていたのです。アゲナマさん、見たところあなたたちは戦いにたけていらっしゃるようだ。どうかそのお力でどうに救うモンスターを退治してもらえないでしょうか。もちろんお礼はいたします。先ほどの石板を差し上げるという約束は忘れていませんよ。ノルス、山奥の塔のモンスター退治引き受けていただけませんか。やっていただけますか。よかった。やはり私の目に狂いはなかった。よかったですね、博士。それではあげたことよろしく頼みましたよ。まあ、いいじゃないの。熟練度も上がることだし。ちょっと待てよ。武器を一応装備とかを新調しておこう。
今例のこの。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。それでは失礼します。